今日からいよいよアルバム昭和に入っていきます。私がちょうど中学生の時に長渕剛さんを聴き始めたんですけど、当時は、ネバーチェンジというアルバムがすでに発売をされていて、最初に買ったアルバムもね、ネバーチェンジだったんですけど、それを何度も何度もねずっと聴いていて、当時発売と同時に買ったのがこの昭和というアルバムでした。まあ当時レコードっていうこんな大きいやつでね買ったんですけど、なので、この時ちょうどギターも始めていて、当時のねこれちょっと長渕モデルとはちょっと違うんですけど、当時はね、ここが6連のシングルヘッドになっているこっちのサキンド、タイプを、もうこれが欲しくて欲しくてたまらなかったんですけどね、なかなか手に入らなかった。で、その次2本目に買ったのがこの APX の20というやつなんです。これもねシングルヘッドのやつが欲しかったんですけど、どうしても当時ねなかなか手に入らなくて、この6連の方をね、買って、なのでもう30何年ね、前のギターなんですけど、今日はちょっとやっぱり、この昭和のアルバムといえばライブ89でこうやって弾いてるこれがあるので、こっちのギターでちょっとやってみようと思います。ではクソったれの人生です。本当のことを言えばきっと楽になれるさ、本当のことを言っちまえばきっと自由になれるさ、安畜生をぶっ飛ばしとんずらしようか、だけど俺はこの街を根城に生きてゆこうと決めた。六畳を一間の闇に紛れ腐った空へ夢を突き上げても、呼べど叫べど答えなし。群れから離れっぱなし、ずっと離れっぱなし、遠回りのクソったれの人生、千鳥足でいつもの路地を、はい、ただ足に任せて俺はくたくたになるまで走った。走れば走るほど俺は無性に真実味が欲しくなった。浮き足だったあいつはざらついた風にさらわれた。人の波にせかされれば使い捨てにされちまう。乗り遅れるわけじゃない、俺は俺、明日からサングラスを捨てよう。頑固さだけが胸を叩けばいい。群れから離れっぱなし、ずっと離れっぱなし、遠回りのクソったれの人生、千鳥足でいつもの路地を、群れから離れ